皆様こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今日のテーマは、インドの選挙結果が教えるものです。魔理沙、まずは目次をお願い。了解だぜ。最初に、インドで行われた有権者6億人以上の超巨大選挙を取り上げる。モディ首相とインド人民党が勝利したものの、下院で過半数割れ。その様子を説明するぜ。次に、インド経済の特徴を説明しよう。成長率 8% の凄さと、大きすぎる国内格差をわかりやすく説明するぜ。インドの軍隊経済モデルについても、取り上げるぜ。3番目に、インド政府が解消を目指しているとする、カースト制度だ。選挙にも当然関係する。その実態と、なぜ現政権がインドを統治できるのか、そのからくりを探っていくぜ。最後にインドのこれからのテーマを取り上げよう。貧困、宗教、中国との比較など、テーマは多いぜ。ありがとう、魔理沙。今日も盛りだくさんね。それじゃ、早速始めましょう。ゆっくりしていってね。ねえ、魔理沙、2024年のインドの選挙について教えて。ああ、インドは2024年に、大きな総選挙を行ったんだ。この国は、世界最大の民主主義国家で、この選挙には、6億4200万人もの有権者が参加したんだぜ。これは、EU、ヨーロッパ連合の全人口よりも多い。6億4200万人。すごい数だね。そりゃ、EU の人口より多いよ。でも、内容はどんな感じだったの？この選挙は7段階に分けて、数週間かけて行われたんだ。それに、選挙が行われたのは、熱波の中だったから、インド市民の選挙への注目が、それなりに大きかったことが伝わってきたよ。それで、結果はどうなったの？ナレンドラ・モディが率いる、インド人民党が勝利して、彼は、独立以来初めて、3期連続首相に選ばれたんだ。一部でハットトリック、なんて言われている。ところが、この勝利には注文がついたんだ。どういうこと？事前の予測や出口調査とは逆に、インド人民党は下院6サバで、単独過半数を取れなかったんだ。前回、2019年の選挙と比べると、議席が減ったんだよ。それってどのくらいの違いなの？2019年の選挙では、インド人民党は6サバで303議席を獲得していたんだ。でも今回は、単独過半数の272議席に達しなかった。だから、モディ首相は、連立パートナーや野党とも、協力しなきゃならない状況になったんだ。与党にとっては、予想を下回る結果だったのね。選挙の後、何か変わったことはあったの？ああ、金融市場がすぐに反応したんだ。投資家や企業は、モディ政権の継続を予想していたから、結果に驚いた。そのため、株価や債券価格、インドルピーの価値が、すぐに下がったんだ。そういうところの反応は、素早いのね。政治の安定性と、経済の動きは、密接に関わっている。特に新興市場では、敏感だ。この結果って悪いことなの？そうとも言えない。インド人民党に、もっと包括的で競技的な政策を取らせるきっかけになるかもしれないんだ。インド民主主義のこれからに注目が集まっている。リーダーのモディ首相って人は人気があるのでしょう？そうなんだ。モディ首相は、2014年からリーダーシップを発揮していて、インフラの発展やデジタル福祉国家の構築などで、評価されているんだ。また、インドの国際的な自信も高まっている。世界第3位の経済大国にというスローガンも注目を集める。日本やドイツの経済にとっては、強大なライバルになってきた。インドの GDP については、専門家の未来予想も明るいものね。でも、なんで今回の選挙結果は予想を下回ったの？モディ首相の実績があっても、大きな格差、仕事の不足、高インフレなどが、有権者の懸念になっているんだ。どういうこと？この選挙結果は、インド人民党に対する警鐘でもあるんだ。今までのように、反対意見を封じ込めても、効果的に統治することは、できないぞという警鐘だ。過去10年間、インド人民党は報道の自由を抑圧したり、反対者を脅迫したり、イスラム教徒に対する差別を行ったと、批判されていたところがある。選挙結果はこういう戦術が、効果を失っていることを、示しているんだ。なるほど、より包括的で、応答性のある政府が求められているのね。そうなんだぜ。これだけの大国を、まとめていくことは大変だが、インド人民党がどこまで多様な意見を取り込めるかに、注目だ。ねえ、魔理沙、インドの経済について話してもらえる？ああ、もちろん。インドの経済はすごく成長してるんだ。毎年 GDP が 8% も成長してるんだぜ。8% も？
すごいね。そうなんだ。今、インドは世界で一番早く成長している大きな経済だ。そして、世界で5番目に大きい経済でもあるんだ。今や世界で5番目の経済大国になっているんだものね。ところが大きな課題を抱えている。インドは経済格差がでかいんだよ。なるほど。全体的には成長しても、内部で格差は大きいのね。2022年の調査によれば、インドの人口の上位 1% が、国の収入の 23% を手にしてたんだ。え？ 1% が 23% も受け取っているの？これまでも格差問題を多く動画にしてきた。全体値や平均値の成長と、格差の問題は別なんだ。インドも、1982年にはこの上位 1% が、国の収入の 6% しか受け取ってなかった。それが今では 23% だ。格差が拡大している。上位 1% が 6% を受け取る社会から、23% を受け取る社会に変化してるのね。なんでそんなに増えたの？経済が成長する中で、金持ちがどんどん金持ちになってるからだ。昔はトリクルダウン理論といって、一部がリッチになっても肯定していたんだが、現代は、格差というものが拡大することがわかっている。人間の不満は、不平等からやってくるので、これが選挙に効いてくる。国としては豊かになっているんだけど、内部で不満は増大するってこと？その通り。インドの場合、地域格差を調べると、わかりやすい。例えば、ウッタルプラデーシュ州は、インドで一番人口が多い州だ。2億4000万人を超える人々が住んでいる。しかし所得水準は低い。どのくらいなの？2021-2022年のデータによると、ウッタルプラデーシュ州の一人当たりの平均年収は848ドルしかない。仮に1ドル150円で計算すると、年収12万7000円だ。月収にすると、1万円強しか受け取れていない。だから、テレビや冷蔵庫もなかなか買えない。それは厳しいよ。世界第5位の経済大国だけど、テレビも冷蔵庫も高級品なんだね。こんな比較もしてみよう。ウッタルプラデーシュ州の人口は、ブラジル全体の人口よりも多い。ところが、一人当たりの収入はブラジル平均よりもずっと低いんだ。ブラジルより低いの？それじゃ、GDP ランキングとは逆なんだね。その通り。GDP はあくまで指標だ。非常に多くのインド人が、世界ランキング5位のイメージとは、かけ離れた生活をしている。裏を返せば、GDP ランキングが高い国には、飛び抜けてリッチな、少数派がいる。これが現代の問題、国内格差というやつだ。ちなみに、ブラジルも国内の貧富の格差は非常に大きいので、今度取り上げよう。国際格差だけ考えていてはダメだね。国内格差が大きい。少数派についても教えて。インドの経済モデルには、名前がついてるんでしょう？軍隊の将軍モデルって呼ばれてるんだ。将軍？リライアンスインダストリーズやアダニ、タタといった、5つの大きな民間企業が中心になって発展してるモデルなんだ。なるほど。経済将軍なのね。それって良いことなの？これらの大企業が成長を牽引してる。そこまでは成功ストーリー。国の英雄だ。ところが、経済力の集中が起きる。その結果、小さい企業が、成長しにくくなる、という現象が起きるんだぜ。どうして小さな企業が必要なの？これまでも中小企業の意義について、よく取り上げてきた。経済力が一部の大企業に集中してしまうと、企業間の競争が少なくなる。競争せずに勝ててしまう。これが革新や企業の機会を減らすんだ。大企業内部も、同じ会社の社員同士の派閥争いなどで、社員のエネルギーが吸い取られることは多い。もし大企業が時代に遅れてしまうと、その国の経済の国際競争力が縮小していく。アメリカが強いのは、その反省を踏まえて、中小ベンチャー企業の育成に力を入れているところだぜ。なるほど。最初は世界で活躍する大企業が、国の英雄になる。しかし英雄同士が競争しなくなって、他の国に負けるのね。考えてみると単純なのだが、なかなかこの流れは、変えられないんだ。だって、国の英雄企業だからね。そうだね。ところで、このサイトは食料もテーマにしてるけど、インドの農業ってどんな感じ？インドでは約 43% の人々が農業に従事してる。多いね。多い。食料自給率が 100% を超えている。現代の貧困問題を考えると、この農業比率の高さは、安心材料だ。でも、昔ながらの問題に直面している。どういうこと？食品の価格を下げて、インフレを抑えているんだ。つまり、
都市部の消費者が恩恵を受ける構造になっている。そうか、それが昔ながらの問題よね。農村部が貧しく、都市部が豊かという構図は、もともとよく見られたものだ。ところが、そこから農業を輸入に依存して、貧困国に転落することが多い。インドは当然、その危険は考えているのだろう。ねえマリサ、インドのカースト制度って聞いたことがあるんだけど、今回の選挙も関係してるの？ああ、関係している。まずカースト制度は、インドの古くからある社会の階層制度だ。上から順に、ブラフミン、クシャトリア、バイシャ、シュードラ、そしてダリットの5つの主要なカーストがある。それってどういうもの？ここでは、ごく簡単に説明するけど、上から順に、僧侶、支配者、商人、労働者、不可食先民といった、人間の階層が作られた。これが、インド人の結婚や職業選択に、強く影響してくる。どうして今でも続いてるの？どうしてというより深く根付いているという印象だ。高校としては、このカーストを解消しようとする努力がある。政府や大学は、カースト上、不利な立場の人たちのための、仕事の枠を設けたりしている。しかし、全体としては、まだまだ根深いとされている。今回の選挙と関係してるの？インド人民党と対立する、インド国家開発包括同盟 I、N、D、I、A は、約100年ぶりに全国規模のカースト調査を行うと主張した。きっかけは、ビハール州で行われた調査だ。ビハール州？それってどこ？ビハール州は、インドの中でも特に貧困率が高いとされる州だ。2023年にそこで調査が行われたんだけど、その結果が驚くべきものだった。低いカーストの人々が州の人口の 80% 以上を占めていて、特にダリットの家庭の半数近くが、貧困線以下で生活していることがわかったんだぜ。なるほど、カーストと貧困の関係性が出てきたのね。それで全国規模の調査が必要だってこと？そうなんだ。支持者は、正確なデータがあれば、不平等を解消するための政策を、もっと効果的に設計できるって言ってるんだ。逆に、批判する人たちは、カースト調査が、社会の分裂を深めてしまうんじゃないかと心配しているんだぜ。どちらが正しいの？一度インドを離れて、格差社会の基本をおさらいしよう。格差が大きいと、華やかな成功者が登場する。貧しい者がリッチに、アメリカンドリームをイメージするとわかりやすい。ところが、国民全体のデータを集めると、格差が大きいほど、親の所得と子の所得は連動している。つまり、ドリームは遠くなるんだ。格差社会というのは、一見、本人の努力次第で、裕福になれるように見える。しかし、実際は逆で、本人の努力次第の社会というのは、格差の小さい社会の方なんだ。昔やった、アメリカンドリームの罠だね。そうなんだ。ちなみに、モディ首相はこのドリーム組だ。低いカーストの出身で、チャイワーラ・オチャウリから、首相になったっていうストーリーが強い。つまり、インド人民党は、上位カーストを支持基盤にしながら、下位カーストを取り込んで、支持を集めてきた。そうか、インドの与党は、上位カーストが支持基盤。しかし、モディさん自身が下位カースト出身で、ドリームの可能性を主張しているのね。インド人民党が、カーストを肯定しているわけじゃない。しかし、野党が国家全体でカースト調査を主張しているのは、下位カースト出身者が、何世代も貧しいままだからだ。まさに現代の貧困問題だね。日本も、一世代だけ考えていても、わからないものね。今回のインドの選挙は、まさにこの格差が大きなテーマだぜ。それでも、インド人民党が勝利したのは、不平等解消への期待をしてのことだよね。その通り。与党には、今後も経済を成長させつつ、カースト解消への期待がかかる。しかし、逆に諦めている層もあるようだ。今回の選挙結果に中に、両者の思いが溶け込んでいるように思えるぜ。マリサ、インドのこれからについて、まとめてみて。まず、モディ政権は前の任期で、経済的に大きな成果を上げた。それは事実なのよね。しかしそんな中、インド政府は、膨大な貧困対策を実施している。8億1300万人の貧しいインド人に、無料で食料を提供してるんだぜ。え？ 8 億人以上に食料を提供しているの？そうなんだ。インド人の 60% 以上が、この支援を受けている。慈悲深いとも受け取れるが、そこにかかる費用は大きい。今後5年間で約1400億ドル、日本円で約21兆円使われると推計されている。とんでもない金額だよ、マリサ。そうなんだ。
いかに経済成長著しいと言っても、これほど食料を支援しなければ生活できない国は、当然、その支援を減らすことが、国の第一目標になる。そうだよね。政府の支援なく、食料を手に入れられなければ、経済大国とは言えないよね。一般的な貧困問題の他に、この国でよくクローズアップされているのが、宗教の問題だ。宗教？霊夢は、ヒンドゥー民族主義って聞いたことあるかい？うん、なんか、植民地時代と関係あるんだよね。そう、その通り。インドはかつて、ヨーロッパの植民地にされた。その経験の中から生まれてきた政治思想が、ヒンドゥーナショナリズムだ。ヒンドゥー教を頂点として、インド社会を統治していく。インド人民党は、この思想から生まれた政党だ。与党のインド人民党は、そこにいるのね。一方、インドの憲法は、国を世俗的な民主主義国家として規定している。じゃあ、ヒンドゥー教と他の宗教が、ぶつからない？その通り。この国はとても重要な国家の独立というテーマと、ヒンドゥー教が、強く結びついている。一方、他の宗教、特にイスラム教徒が、差別的に扱われているという報道が、よく登場する。つまり、貧困問題とこの宗教問題が、頻繁に交差する。国際世論は、こういうところに厳しいよね。そうなんだ。今後もインドは、外資を積極活用しながら、発展を目指していく。そこでこの宗教問題をどう扱うかは、何度も登場しそうだ。貧困と宗教は、今後もインドのテーマなのね。でも、同じく大きい中国経済と比較すると、インドはどうなの？チャイナプラスワンという言葉がある。多国籍企業にとって、インドが魅力的な製造拠点となりつつある。でもこの前、中国は若者の失業率が最優先課題になってるっていう動画を作ったよね。もちろんインドもそこにぶつかる。若い労働力が世界一多い国だからだ。中国の話を、少しおさらいしよう。どれほど教育を受けても、失業してしまう大卒者が、テーマになっている。そもそも、大卒者の数が恐ろしい勢いで増えている。さらに、教育内容と、仕事で必要とされる能力のマッチングが悪いと、せっかく若者がいても、経済パワーにつながらない。インドはその様子を、当然横目に見ているよね。インドも教育に力を入れているが、この国は昔から数学に強い。また英語が公用語だ。デジタル国家への変貌に期待がかかる。そうか、日本が弱いデジタル分野で、最先端をつかむかも。ところが、きっと話は簡単じゃない。実際にインドを見てきた感じからすると、道のりは遠い。どういうこと？この国の貧困問題は根深いんだ。話を元に戻して、カースト制度や宗教差別の問題と、もう少し向き合わないと、稼いでも稼いでも、貧困層の食料支援に消えそうだ。中の格差が大きいんだね。インドの最も大きい州が、世界の貧困大国、という状態は、なかなか解消されないだろう。私たちも、よく見てないとダメね。また、インドに戻ってこよう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。また見てくださいね。ありがとうございました。